さあ今回はですね福澤明さんを迎えてえ世界卓球2024こちらの見どころを僕はねもう本当に福澤さん、そこまで見てんるのっていう <laughs> 信じられないあの角度から選手たちの調子もしくはねこのコンディションみたいなものを把握できるんだよという。 そのあたりちょっと注目して、見られるポイントかなと思いますけども、平野さんどうでしたか?。いや、もう、おそらく何回も何回もスロー再生しないとわからないような、ところまでっていう。福沢さんならではの、はい、これまでの過去の試合も全部見なきゃいけないような、ね、はい、ちょっとチェックポイントいっぱいありましたけど。はいはい、福田さん、どうでしたか?。もう、本当に、あの、プレー中はね、それは平野さんやね、あ、水谷さんの。 プレイヤーとしての目線があるじゃないですか、はいはい、僕は別にペプレイヤーじゃなくて、はい、単なる卓球愛好家なんで、はい、プレーも好きなんだけど <laughs> そうでない部分にやっぱり注目するともっと楽しいっていうことを皆さんにお伝えできればなと。うんうんうん いうふうに思ってますんでねタオルの使い方一つとっても一本番組作れますん次回はぜひそれをタオルスペシャルしましょうね今回あのヘアピンで番組半分ぐらいいけてるじゃないかぐらいのねそういう注目ポイントもありましたよね本当に恐ろしい感になってますけど失礼いたしましたただそこだけではない過去最高の力を備えた日本代表が世界卓球どんな戦いをするのかここが一番注目でございますね皆さんで祝杯をあげましょうよろしくお願いします では皆さん放送をぜひ楽しみにお待ちくださいよろしくお願いします